キャンパーはマンハッタンイーストへ移動。我々は引き続きニュージャージーを目指す。私はキャンパー？その通り。ハッピーエンドを迎えるはずだ。了解。行ってらっしゃいな、キャンパー。あのバイク、いろいろ手が入っててひどく扱いづらいんだ。加速の時にウィリーしちゃって、俺は全然ダメだった。嫌がらせか？なわけねえだろ。まともに動くのはあれしかねえんだ。お嬢さん、どうなんだ？無理してないかい？わからない。バイクには初めて乗っているから。無知とは恐ろしいものだな。たまに口を開いたと思ったら。ならば。黙る。お嬢さんがすごいってことだろ。経験なんて関係ないんだよ。死後は禁止したはずだ。黙っていろ。マンハッタンイーストは摩天楼キャンパーのロケ地だ。映画が作られたのは1972年。立ち並ぶ高層ビルの数々、おびただしいビルボードが繁栄の象徴でもあった。私は3年前に一度行ったことがある。大規模な戦闘の後で多くのビルが倒壊していたが、それでもやはり名乗しがたい気品を感じるエリアだった。市長、死後厳禁です。今のは作戦関連情報だ。問題はない。船乗りだ。こんなトレーラーの中は息が詰まる。もうすぐニュージャージーだ。我慢しなさいよ。どれだけ我慢してきたと思っているんだ。降ろしてやってもいいが、待たずに行くぞ。行ってみただけだ。残り少ない人類、仲良くしようや。そうだ、戦いが全部終わったらパーティーしないか。クリスは魚をいっぱい取ってくれ。料理は俺に任せろ。船があるなら俺が何とか用意する。俺はウサギ狩りだ。あんまり未来を語ると死ぬぞ。ハッサン。
敵へ多数。ESS コール。お嬢さん、そこがキャンプ場だ。こっちの探査によると敵がかなりいるようだな。うん、いる。よし、早速蹴散らしてやれ。それが終わったら発煙筒だ。あと3本しかない。十分だな。よし、タリホーどうした？タリホーってなんだか変。ふん、とにかく始めてくれ。ESS コール。さあ、派手にスモークを立ち上らせろ。ESS コール。一本目完了。了解。次も頼むぜ。
ターモード、ロック、ダイヤ、フィジカルリペア、PSS コール。バイク。怪物は排除された。速やかに次の行動に移行せよ。PSS コール、2本目、着火完了。了解。おかげさんでこっちは敵援なし。こちらホボス、障害物の排除を確認。
PSS コール、最後の一本、発煙中。了解、ご苦労。敵襲が落ち着いたら、キャンパーは指示あるまで待機せよ。やった！エリア内の敵殲滅！ニュージャージーポータル到着。早く下ろせ。テオ、装甲壁を解除、下ろしてやれ。摩天楼キャンパーは成功。一路ご苦労だった。早速格納庫から木を引っ張り出そう。ロスカル、テオの2人はブリュンヒルデの軌道。フォボス、ボブ、ハッサンは2人の護衛だ。アレクセイ、クリス、シャオミン3名はドラコの離陸準備。私は残り指揮を取る。お嬢さん、説明しておくぞ。ブリュンヒルデは君用にモディファイされた小型戦闘機、ドラコは俺たちが使う長距離輸送機だ。報告、周辺に敵兵を呼び、マークなし。よし、行け。発煙筒で何をしている？ストックどもがよくやる陽動作戦か。もっと風情が欲しいところだ。西部劇ののろしみたいに。